んにちは。さあ豊さん、はい、でも今シーズン阪神がいろんな球団にもたらした影響って大きいと思うんですよ。まあ、査定の部分でな。そうです、はい、まあ、その査定の一つがやっぱりフォアボール、はいはい、フォアボールに対しての査定をつけると、まあ、もちろんね、フォアボールの査定っていうのは入ってるんだよ、はい、だけどその価値を上げたということだよね、うん、だからフォアボール1個に対してポイントっていうのはついてくるから、はい、だからそのポイント査定、通常1しかつかなかったのが2にするとか、うんうん、大事なところで取ったら3にするとか、そういう査定でしょ、はい、だからフォアボールは入ってたんだけど、うん、その査定の価値を上げるという意味ではね。あ、そういうところなんですか、うん、だからそれはすごく大事なことだったなっていうふうには思うよね。なるほど、他球団が全くそのフォアボールに対しての査定ゼロっていうわけじゃないんですね。ゼロではない、ゼロではないけども、はい、価値を上げたというね、はい、うん、でもまあその通りにやっぱり今シーズンの阪神の選手たちのフォアボールを取ってくる率っていうのがものすごい飛躍的に上がって注目もされました。でこれに関してこれデイリーさんなんですけれども、じゃあ他球団もこれに追随してフォアボールの査定、フォアボールの重要性っていうのをさらに価値を来シーズン査定に上げてくるのか、はい、っていうところもちょっと議論をしていまして、日本ハムの新庄監督などがやっぱりフォアボールの大切さ、まあ、ピッチャーはフォアボールをとにかく出さない、であとはバッターはやっぱりフォアボールだったりとか、はい、そういう大切さを言っている、うん、大切だよねフォアボールっていうのは、うんうん、試合時間長くなるな。あ、その代わりそうですねまあまあそれはそれはいいんだけどもさ、はい、チームに、はい、まあ、岡田監督はそんなに破壊力があるわけじゃないし、うん、繋いでいくバッターが多いと、はい、その中で、まあ、甲子園ということを考えるといかに塁に出ていくか、はい、まあ、これを考えたんだろうね、勝つためにはって、うんうん、だからフォアボールの重要性、はい、査定を上げることによって、まあ、選手がそれを意識したという、うん、まあ、他球団でも言えることだよね。中日だってとにかく得点圏得点圏って言うけども、とりあえず塁に出なきゃ話にならないわけだから、うん、だからそういう査定を上げたっていいよね。そうですよ、ね、だからどの球団に対しても適用は可能なことだよね。一方でそのスポーツ評論家の方はそう簡単にはいかないんじゃないかというふうにも言って、簡単にいくとかいかないとかいうよりも、はい、査定を上げときゃいいんだよ。あ、もう、あ、それは上げるポイントとして、うんうん、今まで、まあ、例えば1ポイントだったのを、うん、いやフォアボール1個に対して3ポイント上げるから、うん、だからフォアボールの価値っていうのは上がりましたよって査定の中でっていうふうに言っときゃいいだけで、うん、選べ選ばないは、うん、本人の自由ですね。本人だから。そうですよね、うん、だけどここで歩かれてもお前勝負だからみたいな、うん、なんだよ振っていけよみたいなそういうことだってあるよ。そこら辺はやっぱこう選手がねどう考えるか、うん、っていうことなんだけどさ、うん、まあ、だけどそれは査定としてフォアボールの査定を上げとくっていうのは、うん、いいことかもな。あ、そうですよ、ね、と思うよ。意識づけという意味ではそうですよね。でやっぱりその評論家の方もその、まあ、フォアボールにもいろいろ内容があるよねっていうことで、うん、例えば8番打者がフォアボールを選んでピッチャーまで打順を回す、9番の前に出塁することで投手が送りバントなどしてプレーがその続いていくっていう感じのフォアボールと、そんなのね心配しなくて査定員がいるから見てるんですね、1試合ずっと見て査定つけてるから。え、査定員いるでしょ。そうだよ。誰ですか。あ、誰ですか。球団の職員がやってるよ。だから1試合に対しての査定を出すから必ず。あ、そうなんだ、ね、だからそんな心配しなくていい、うん、このフォアボールがポイントになったって、うん、このフォアボールで選んだ選手が決勝点踏んだって、うん、じゃあこれは 5ポイントにしようとかになってるから。ただ一つの価値というものを上げて最初からベースを上げとけばより効果的だということだよね。なるほど。豊さん、さっきおっしゃってたようにその状況によって例えばクリーンアップに回ってきた時に1点差で2アウト2塁の状況でクリーンアップに回ってきたらここはもちろん打ってほしいとか、まあそうだね、フォアボールよりかはっていう、何最初からいけよフォアボール狙ってんじゃねえよみたいな、はい、そうなるけども、そうですよね。だから査定を最初から上げときゃいいっていうことだよね。意識づけだけの問題でってことです。そうだね。豊さん的にこういう査定のポイントを上げるような新しいのつけたらいいんじゃないかとか。これはチームだからさ、うん、俺思うけど、まあ、例えば俺らスーパーカートリオって言われてたよね、うん、この3人で、うん、じゃあ120個走ったら、はい、ボーナスをトータルで1億あげると。おお、ね、はい、で多い順からこう割合で持っていけるという、うん、はい、3人で148個かな148走ってるからね可能じゃな
ないですか。いやだからそうやってやってくれると3人で頑張ろうぜってなります。だから150個走ったらお前あと1個走るって、いやお前なんだよみたいなね、まあ、例えば DeNA で言えば今永と東で30勝2人であげろと、うん、そしたらボーナス1億ずつやるとか、今永がちょっと疲れてると東頼むオッケー分かったよと応援するじゃない、うん、まあ例えば岡本と、うんね、坂本で70発打ってると、はいはい、ね、そしたらボーナス2億円ずつみたいな、おおしゃ頑張るじゃない、2人で手を取り合って頑張りますよね、頼む岡本ね、坂本さんお願いしますよ、うん、分かったと、いやそうですよ、ね、とか大山と、うん、サトテルで打点ホームラン60発、はい、打点が180点、はい、そしたらボーナス2億円ずつって言ったら応援するじゃない、いや必死で頑張ります、大山が三振した次サトテルサトテル頼むみたいな連携それ連携ができてくるんだ、なんかチームの一体感というか、そう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 、頑張ろうな俺らみたいな、そうそうそう、チームだからさ、はい、でチームの中でもコンビっていうのがあるでしょ、はい、例えば二遊間で、うんね、ゲッツーをいくつ取るか、ね、トータル的にシーズンで何個ぐらいっていうのは平均が出てくるよ、はい、この平均を上回ったらボーナスやるとか、うんうん、守りでもね、はい、そういう風にしていくと早くなるみたいななるじゃない、急げ急げみたいな何じゃっくりしてんだよみたいななるじゃない、なりますね、俺そうやっても面白いと思うんだよ、チームだから、確かにそうですね、だからそれは個人の契約は契約として、はい、でもセットとしてボーナス制にしてこういう査定もありますよみたいな、うん、例えば1番近本、はい、2番中野、うん、ね、これで2人で、うんね、60個はしてる、はい、70個はしてる、うん、そしたらボーナス上げるよ、うん、中野もちょっと足が痛いんで頼む行ってくれと行ってくれあと残り2試合であと3個なんだと、で1、2塁だったらダブル出塁するみたいなね、これはもうそのボーナスを取りに行くとさ、まあ、チームはおかしくなるかもわかんないけども2人で頑張れるとか励まし合えるとか、はい、まあ、そうなってくると、まあ、仲たがいする時もあるよね、うん、なんだあいつみたいなあるけども、はい、まあ、だけどそうやってやるとよりこう、うん、楽しいのかなって思うよね、まあ、そうですね、チームとしてそれがまた強くなっていくっていう、強くなると思うよね、うん、ですよね、うん、だから3人で いっぱい走ってた時って特にボーナスって3全くないよね、ないんですか、また盗塁の査定が低い、そんなに高かったんですかもう疲れ損だみたいな、なのに、いや本当本当なのに、いやだけど最近はねやっぱ本当にレベルも上がってるし、うん、そんなにやっぱホームランっていうのもね簡単に打てるようなピッチャーっていなくなった、はい、そうなってくるとやっぱ走力っていうのはすごく大切な分野で、うん、まあ盗塁も含めて走塁という、はい、だからそういう査定っていうのはすごく大事に各球団した方がいいかもなと思うよね、そうですね、これは足が速い遅いじゃなくて、まあ、いかにいいスタートを切ったりだとか、うん、まあ、そうすることがね、まあ、高走塁につながるか だからそういうふうにした方がいいのかなっていうような気はするよ ね、 そうですね、だから個人の契約はもちろんちゃんとして、うん、そのボーナス制として誰かとタッグを組ましてやるっていうのは、まあ、一つの案としたら俺は面白いと思うけどね、そうですね、うん、だから春のキャンプでずっとダブルスチールの練習をあの2選手よくやってるよなとか、でもあいつらダブルスチールしかやってないじゃんみたいなあとよくゲッツーの練習連携でやってるよねとか、いやそうだからそれがさらに個々のさらに連携の強さがチームの強さにつながっていくっていうのは多分確実にあると思うので、まあそうだね、うん、だから励まし合うとかいうかね、はい、例えば満塁でノーアウト満塁でサトテルが三振したと、うん、そしたら大山が、うん、サトテル転がすだけでいいかだってなるかそうですね、ね、とか、うん、あなってくるじゃない、はい、で野球を語り合えるようになってくると思うんだよね、そうですね、野球に対してだからそういう意味ではすごく、うん、俺は昔からなんかこう組ましてやる査定っていうのも、うん、ボーナス制としてね、はい、面白いのかなっていうふうには思ってたけどね、そうですね、うん、あのぜひね、あの12球団の関係者の方、査定のね方いらっしゃったら参考になさってみてどうでしょうかみたいな、そうだな、うん、面白いと思いますよ、面白いと思うけどな、うん、俺は、ね、やってみる手はありますよね、うん、もちろんで、ダメだったら、まあ、ダメでまたね、それ廃止すればいいだけ、いやだからボーナスがもらえないだけで、うん、自分が頑張った分だけは査定としては、うん、
プラスになるわけだから。そうですよね、うん、ご褒美みたいな部分で、そう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 、だからまあそういうのもつけたりとかすると面白いのかなって、はい、球団チームとして面白くなるのかなっていうような気はするけどな、ね、あのね、ご覧になってる皆さんの中でこういう査定を取り入れたらちょっと面白いんじゃないかとか、まあ、なんかユニークな案あったらぜひコメント欄に、お願いします。はい。